ねえ、しっかりして、アルビン。だよ、俺に任せるんじゃなかったのかよ。今、治療するから。エリーゼ、怪我をしたわけでもないようだが。よかった、ティパも無事だね。おかえり。はじめまして、まずは僕に名前をつけてね。はじめまして、まずは僕に名前をつけてね。どういうことだこれは。はじめまして、まずは僕に名前をつけてね。アルクノアの一人がティポから何かを抜き出した途端そうなっちまった。ティポ、やっぱり仕掛けで動いてたんだね。仕掛け、うん、自分で動いて喋るように作られてたぬいぐるみだったんだよ。でもそれでもお友達だったんです。アルビン、アルクノアは一人はやったが、もう一人には逃げられた。アルビン、感謝する。ミラ、ティポは抜き取られたものを取り返せば元に戻るんじゃないかな。アルビン、アルクノアが逃げたのはとっくの前だよ。では盗まれたものを取り戻すのは難しいだろう。もうここに用はないな。あ、でもミラなら。お前が奴らを探したいと言うなら止めはしない。だがそれならお前とはここでお別れだ。うん、ひとまず町に戻りましょう。ちゃっちゃーん、見て見て、私の装備なかなかでしょ。ああ、なかなかの値札がついたままだな。私の剣に迷いはない。
つけた。これ僕だってこれくらいは。
エリーゼ、下がって。お前たち、やめんか。すまなかったな。密漁者を追っていたのだ。ジャオ。ん？お前さんたちがどうして？娘っ子。とうとうこの場所に来てしまったのじゃな。覚えておるのだろう。エリーゼ、どういうこと？ここはお嬢ちゃんの育った研究所だったんだよ。以前、侵入者を許してしまっての。その時、この場所は放棄されたのだ。侵入者はお前だったのだろ？いい感じしてんな。ああ、そうだよ。ブースターについての調査だったんだ。なんと、お前さんじゃったのか。ブースターって何なの？アジュールが開発したゲートから分泌されるマナを増大させる装置だよ。そいつだよ。ティポがそうだ。第三世代型らしいがな。ティポ、そうだったんですか。僕の名前はティポだね。よろしく。ティポはエリーゼの心に反応し、持ち主の考えを言葉にするのじゃ。それじゃあ、ティポはエリーゼの考えを喋ってたの？嘘です。ティポは、ティポが喋っていたんです。ティポは、仕掛けがあっても、私のお友達ですよね。違うよ。僕はエリーゼの友達じゃないよ。違います。違わないよ。僕はエリーゼが考えてることだけ言ってるんだから。全部エリーゼの勘違いだったんだよ。エリーゼ、教えて。おっきいおじさん、一人ぼっちのエリーゼのお父さんとお母さんはどこにいるの？それはの、もうこの世にはおらぬ。お前が四つの時、野党に会い殺されたのじゃ。もう会えないんですね。お父さんにもお母さんにもティポにも。エリーゼ、気を落とさないで。ジュードやレイヤにはちゃんといるじゃないですか。みんな、そんな人たちにエリーゼの気持ちがわかるもんか。エリーゼ、待って。密漁者どもめ。待て、なぜエリーゼは研究所にいた？連れてこられた。売られたようなものだ。娘っ子のような孤児を見つけては研究所に連れてきていた女に。名は、まさかイスラ？おお、確かそんな名であった。密漁者みたいなもんだな。わしが言えた義理ではないが、頼む、あの娘っ子を
これ以上一人にせんでやってくれ。気をつけろ。あちこち崩れかかってる。いた！いきなり撃ってごめん。背後からごめんなさい。懺悔大会ですか。一つ壁を越えたようです。人の手が入らなくなってだいぶ経つようだな。レイヤ、エリーゼは？うん。まあ、まだ元気はないけど。それより、ここは物騒だし、早く町に戻ろう。